アヌシー50周年おめでとうございます。今回ワンピースフィルムストロングワールドの監督をやりました坂井と言います。今回はこのワンピースフィルムストロングワールド、ノミネートされたことを大変嬉しく思っております。この映画はですね、原作者である尾田栄一郎氏と一緒になって、スタッフ一同一丸となってもう熱い思いを込めて作り上げました。観客の皆さんにはとにかく、ドキドキワクワク、その熱い思いを興奮とともに受け取っていただければいいかなと思っております。ぜひ、楽しんでいただければと思います。映画祭には、僕と、この映画の作画監督をやりました佐藤さんと一緒に、その当日現地に赴きますので、その時にはぜひよろしくお願いします。では、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。